ムラちゃん、ひばりが持ってきた半蔵の超秘伝忍法書は？あれなら道元が持って行った。蛇女の本部で保管するらしい。ほんとひばりのお手柄よね。さ、ひばりと一緒にスイーツでも食べに行こうかしら。おい、はるか、今はそんな時か？超秘伝忍法書を取り戻しに半蔵の連中が攻めてくるとは思わないのか？大丈夫大丈夫、もし半蔵が攻めてきたとしても私とひばりでちょちょいのちょいだから。はるか、蛇女の生徒は慣れ合わない仲間ではなかったのか？私とひばりは慣れ合ってないわよ、超仲良しなだけ。しかし。何よ、私の強さが不安ってこと？いいわ、だったら試してみなさいよ。ひばりとラブラブになっても腕は鈍ってないから。いいだろう、相手になってやる。ホムラ、毎順次よ。いざ紅蓮のごとく舞い散れ。情熱的ね、情熱的、情熱的ね、受けてみろ。やっ、危ない、まだまだ
教えてみよう。もしよ、もうダメだってば。バザーリンガ、危ないよね。久しぶりに1対1で戦ったが、相変わらずやるな。これだけの腕があるのだ、仲良しごっこはやめたらどうだ。確かにホムラちゃんは強い。でも私は負けた気がしないわ。強がりはよせ。
強がってるのはどっちかしら。なんだと？知っている？ヨミちゃんが半蔵の子と友達になったの。何？いけない？当たり前だ。あいつらは命を懸けて戦う敵だぞ。私が言っているのはそうじゃない。友達を作ったらいけないのってこと。友達など強さを極めるには邪魔だ。私はそうは思わないけど。はるかもヨミも話にならん。